どれが入るかお答えください。あー、これか。はい、一斉のせいで指してください。したらこれは答え。ちょさあ、さあ、いくか、うん、せーの。そうだよ、始まりました、森ちゃんチャンネルです。さあ、もうサメさんがいなくなっちゃうということで、そうなんだ。ショックってこと。ショック、まあ、せめてね、アイドル失格に出るからにはね、英語ぐらいはできてもらって、確かに、卒業するからにはね、はい、His wife is in the hospital because she was なんとか in a car crash。 わー、わかりそう。さあ、どれが入るかお答えください。あー、これか。彼の妻は病院に行きました。なぜなら彼女は事故に遭ったから。すごい、おお、完璧やん、しまさん。さあ、うん、病院に行きましたじゃないけど、ね、さっきの学力テストやったんですけど、さあ、どうでしょう。カークラッシュ、うん、ブロークン、ダーマー、どうもって言ったら今何言ってんの。ダマーダマーダマーじゃ、はい、ダマーじゃ、ダマージェット、ダマージェット、はい、ダマージェット、デストロイド、おう、インジュアー、はい、え、事故にあった、さカークラッシュ、さぶつくカークラッシュだから、もうクラッシュしてるからブロークンじゃないんだよな、たぶん、お、壊れるだから、すごい、名推理、一応ないね、推理で、ダマーゲット、ダマーゲット、すごいな、ダマーゲット、なんかインドにありそうね、ダマーゲット、ダマーゲット、ダマじゃ、ダマじゃ、ゲット、わかん、デストロイド、聞いたことある、はい、さあ、どれですか、ひらがなにできそうね、4番、インジュール、ね、うん、さあ、演じてやさん、4番で、お、そして、ルーさんは、え、これ4ですよね。正解です。愛室英語部。シャメさん卒業。卒業。これでアイドル失格はメインボーカルとメインダンサーをしない。インジャードしちゃう。はい、アイドル失格でインジャードしちゃうよ。インジャード。さあ、どういう意味ですか。二択になるよね、多分これ。インジャードどういう意味ですか。傷つくみたいな。そうですね。傷をつけるの方でインジャードで、そう、怪我するっていう意味ですね。あ、車が傷つく方じゃないんだ。彼女が傷ついたのか。まあ、She was broken は普通言わないですね。だから、bone とかもね、broken bone ってあるんで、そういうところだと、ダメージもね、brain damage とかね、そういう場所だったらいいですよね。ダメージ。そうです。だからさっきからダマとかナマとかいう、ダメージ。ダメージ。はい。で、destroy も破壊するなんですけど、まあだから、car自体がちょっとね、ちょっと名推理だと思ったのは、このクラッシュじゃなくて、car が主語だった場合だったら、car was broken だし、car was damaged だし、car was destroyed なんです。C のこと言ってたんか。そう、だから、名推理だったけど、C に気づいてなかったんでね。確かに。ただのバカ。だった。さあ、じゃあ次、誰が一番だみたいなのもすらないですからね、もう全部正解しちゃってるから。イエイ。さあ次、はい、ルーさん消して、はい、イエーイ、すごい、イエーイ、イエーイ、消すタイム、上手な、上手、次こそ、ちょっと難しい問題来るか。なんかインジャーがさ、能動体で使われないみたいな、怪我した時に傷つけるになるから、うん、なんか怪我してるみたいな時に受け身にしないとダメだよみたいな話でよく見るイメージがある。わかんないよね。確かに受け身でしかもね、にわかだからね。続いての問題です。はい、さあ、うわー、全知だ。We'll have to move that big desk. It's really なんとか that way. By, in, on, out of. さあ、どれでしょう。さあ、サムさんは、私たちは、シャメさんはもう、まあ、卒業は決まったんですけど、よし、よし、よし、これ卒業は決まったんですけど、これ正解しなかったら黒染め決定。かわいそう。正解したらですか。正解したら、あ、そうか、全問正解ってことですもんね。そう、それだいぶでかい、勘だけで全て正解できる強運の持ち主。
東大に入れてください。すげえ権限ある森哲先生。お金があったら言うけど。シャメさん東大受験企画やるってこと？お金ちょうだい。生活保護手当。大きい動く大きいデスクが欲しいです。すげえ。はい、大きい動くデスクが欲しいです。はい、それはレアほんとっても本当に使い勝手がいい。ほう、デスクが動くんだもんだってね。それは使い勝手がいい。ウェイ動いてくれるんだもん。ほうほうでしょ。だってウェイ。さあさあさあ欲しいな。さあオンザウェイみたいな聞いたことあるな。これがあれ AOMA。 あ、違う、ほんとだ、マーブになっちゃった。ムーブムーブムーブ。危ない危ない。じゃあ名推理。名推理。うーん、うん、バイザウェイかな。聞いたことあるやん、アウト・オブ・ザ・ウェイはちょっと聞いたことあるな。え、サミさんの中で今2択。うん、すごい。一と3、うん、どっちか。じゃあ同時に指してもらえますか、皆さん。はい、一斉のせいで指してください。したらこれは答え。うんちょ、うんちょ。さあ、さあいいですか。うん、せーの、3、1、2、3。お、分かれました。分かれた、ついに。とうとう、うちら決別の時決定なんですけど、あら、次に卒業するのは誰なのか。え、これ正解したら卒業ってこと？違う違う。正解は2番です。はい、すいませんね。そう、はい、まさかのエフランに、ついこの間まで受験生だった人が。デジハリも入れないよ。あれ、これ邪魔っていうんじゃないですか。え、違うよ、邪魔がインザウェイなんだよ。あれ、そうだっけ。オンザウェイは道の途中でとかで。そうそうそう、途中でって意味ですね、オンザウェイは。バイザウェイ、バイザウェイはところで。バイザウェイ、ね、ところでバイザウェイだ。あ、覚えてた。え、高校の時にところでバイザウェイって。あって、アロマイウェイとかね、時計みたいな時に使うけどね。へぇ、そうじゃない。アロマイ、だからこう、だ、え、なんかほら、こうなんか救急の人運んでる時にこうやって、あらわいいから。はい、で、だから意味はデスクが動いてるわけじゃないですね。デスクが動いてるわけではなく、これは動かしたい。そうそうそうですね。 We'll have to、 have to は未来、未来。これからします。これこれこれ、見る、ここ見る、見る、したいか、したい。 have to、 have to、 しなければならない。ああ、正解ですね。おー、シャメさんすごいちゃんと出てきますね。成長してる。はい、うん、動かさなければならない、はい、その大きなデスクを。はい、That's really、 本当に邪魔だから、そういうことですね。あ、ということで、さあ、これ本当にバイザウェイとか全部あるやつを選択して選んでるので、なので引っ掛けだったということですね。出ますね。はい、シャメさんは何、邪魔だってくれてどっかことになったんですか。違うよ。あ、違うよ。You're in our way って言われたんでしょ。私行く道の、道の邪魔だからっつって、ね、our way、 our way、 our way、 シャーク。はい、ということで、でもだってもう演じてやがね、だってもうカメラ被して映してるから。 our way、 our way、 our way、 our way ということでした。はい、じゃあもう会えないんですね。さようなら、はい、さようなら、はい、シャメさんに、バイバイ、バパン、軽い。シャメさんに会いたい方です。あ、いませんよ。いませんよ。使えないよ。使えない、はい、え、じゃもう全然決まってない、お金ちょうだいみたいになってるけど、もう全然。はい、最近ね、これで頑張ってるから、 TikTok で。あ、そっか、シャメさんじゃあ TikTok って、はい、今やってる。頑張ります。これから TikToker として生きていくんですか。最後に森田先生におねだりしよう。100円ちょうだい。100円でいいの。安いな、すごいな。元ネタはシャメ子の TikToker 見てね。はい、そう、シャメ子の TikTok。 じゃあもう TikToker で投げ銭もらって、はい、ありがとうって言いながら生きてるね。バカにしすぎよ。ありがとうって。プロモーション。ああ、プロモーションしてるんだ。じゃあ全然いいと思わないものを、いい、いい、最高シャメとか言いながらやってるんですね今。はい、はいって言っちゃダメだよ。スポンサーつかなくなっちゃう、そんなこと言ったら。はい、ということでした。アイドル失格は、まあ、失格になったので。そう、失格になったアイドル。じゃあアイドルになれるわけですね。合格ってことか。次アイドル合格に入ろうと思います、はい、アイドル合格なんで、 あとのお二人は何もないの。アイドル失格、残留。残留は卒業できなかった、残留ですね、はい、頑張る。いつか二人で英検一級目指します。あ、そう、英検一級取ったら卒業する。アイドル、アイドル合格になる。あ、なるほど。これプロデューサー的存在もいなくなるっていう。いや、裏から裏から操るってことでした。はい、じゃあ、はい、ご視聴ありがとうございました。